山崎翔です。翔氏のリポートコーナー、今回のゲストはマンウィズアンビション。海外からも絶大な人気を誇るモンスターバンドマンウィズアンビションが両 A 面シングル「マイヒーロー Find You」をリリース。今回はメンバーの一人ジャッケン・ジョニーさんにお越しいただきました。これ準備動画だ。久しぶりだ。久しぶりだ。まず大事なこと。はい、でした。エコー、そう、エコー大事。一番エコー、お風呂へ。36もありやがった。やるんだけどさ、例のあれをなんだけどさ、もうすぐ始まっちゃうからさ、ここでワインとか紹介しとこう。ラインナップ、まあでも説明中は飲めない気がするんだけどな。ちょこちょこ飲むしかないけど、間違いなく俺はなんか飲めない気がする。フルーツミックスつまむ程度になりそう。フルーツミックス一応開けとこうですよ。とりあえずコップ持ってくる。そうだね、まあ、あでもあれ、まあ、切ってあるからあれでいいかも。フルーツミックスの袋、非常に綺麗に開けづらい。ハサミがあればよろしかったな。持ってねえわ。始めします。あ、ワインが一緒じゃない。あ、うまいです。あ、甘くないね、甘いいね、これ。これワインだからさ、これだけで食えてたら変わっていくやつ。あ、うまい、これ。この前でただつまんでるだけになっちゃう。これね、あ、じゃあそっちから行った方がいいよ。最初ワールドセレクション、シャルドネでしょ。シャルドネワールドセレクションモデルだったけど、フロムオーストラリアってこと。飲みやすいやつかな。やや辛口で酸味が程よくて味の濃さも程よい、うん、これあんまなんか名前知れてないワインってマレストブリューターだから、スパークリングワイン、スパークリングだからあんま名前が知ってて、だから辛みとかはあんまない。多分スープとし普通に炭酸みたいなやつだと思ってもらえばいいかな。最後俺が言えたのか分かんないけど、赤ワイン勝手に言えてさ、赤ワインなんで、これソーベニオンだから普通に美味しいやつ。フロンテロソーベニオン、辛口、渋みが程よくて味の厚みがミディアムボディ、美味しいと思う。多分大体全部14度かな。そうだね。あ、いや、じゃあ星ちゃんちょっとコップ持ってきちゃってくれる。はいよ。4ずつぐらい、ちょっと俺他の先の準備してて、はい、バタバタしてすみませんで、タバコ準備しないと。始まっちゃうんだからさ、ここでさ、ワインで飲み比べしてこいで、あと味言ってる暇ないでしょ、うん、何かあげる。スパークリングから、スパークリング飲んでワイン、うん、じゃあ面白いかもね、最初感覚が普通に開ける、うん、おお、大丈夫かこれは。変な匂いがするぞ、金具あるぞ。あ、いけるかも、いけるいけるいける、多分いける。開けとくとこだっけ。うん、あ、そうだね、全部開けとくと、
開けてすぐ閉めといて、うん、これいけるか、これ知ってる開け方、こうなってるやつで、こうなんだよ。え、そうなの、うん、こうやってやんじゃん、こうやって開けるぞ、ポッていく、うん、多分、いやでも行かないんじゃない、行かない、こうポッてやるやつでしょ、これ多分本ないよ、きついかな、多分大丈夫だと思うんだけど、あ、いけるいける、うん、うわ、いた、うわ、うお、あー、うん、いいかもしれない、じゃあ、補助隊に行きますよ、いただきます、まず少なめでいいよね、うん、これ比べれば、あ、結構炭酸強いね、これ、うん、てめえはどっから来んじゃ、爪が、え、お前どっから、スパークリン、あ、これ、クソ、戻せなくなった絶対戻す、もう死んだ、スパークリンが飲むしかない、うん、飲みやす、あ、面白いね、飲みやす本当だ、スパークリンしてる、美味しくない、美味しい、シャンパンみたいにしてるよね、うん、ちょっと行くか、ちょっと違う、どっちもいいよ、赤にする、赤にさっきからさ、こうやって剥けてたと思ってたからさ、うん、これどうやって剥くんだよって剥かなくてよかった、エセ、エセバージョン、エセバージョンだった、いや、そういうタイプからないと思ってたけど、それでいい、したら、俺若干冷たっかなって、ソビニアちょっと好きなんだね、渋みがちょっと強いかな、ただ、後ろの味のうざさがないから、なんかあの後味グッてこないから飲みやすいよね、そうだね、スッて入ってくるでしょ、うん、なんか味きついかなって思いきやグイグイ飲める酒、星は好きなんじゃない、うんがないから、なんだろうね、じゃあ続いて一回変えるか、赤だと白同士だったらいいんだけど、赤ちょっと気に食わなかったシャルドネ、今飲んでるのがシャルドネ、甘いっていうか、なんかワインにしては甘いよ、マイルドって言いたい、マスカットっぽいでしょ、ブドウの渋みがないでしょ、そうだね、マスカットなんて、どう、美味しいです、どれが一番美味しかった、どれだろうな、でもこんなから多分赤の3番目かな、うん、やっぱり俺もそうだよ、あんまいいソーベニオンじゃないからな、俺ね、こっちの方が飲みやすいけど、こっちの味は美味しいよ、1,2,3かな、うん、まあ、多分この中で言っても本来の原価的に一番高いのとこいつだから、こいつが極端に安かっただけの話だからなんで300円なんだよ、こいつ300円台なんだよ、これ準備が整いました、なんか星さんが意外とカメラワークギリギリだから気をつけないといけないっていう感じかな、トイレ行ってスタートかな、ね、まあ結局これ言ってもいいんだけどさ、人気投票だから全然やるのは、どう、人気投票迎えて、まあ、多数に当たって意外とさ、人気投票やろうかなって思ってから早かったよね、早すぎた、うん、早すぎた埋葬なら早すぎた人気投票ここにあるからね、全てが人気投票、俺が駆け出したで気になるやつは何かない、気になる順位、まず一番の順位を気になる、なんもねえよ、なんもねえよ、なんもねえよの方が気になる、あとねワクワクさんだよ、ああ、ワクワクさん、ブツ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 ね、気になるけど、こっ
人的にはワクワクよりはいい順位取ってるのかなっていうのはある、ね、うん、なんだろう、あと俺が3位に落ちてると思う。本当？1位吉田、2位黒田さん、3位俺かな。4位は言うとけやんか、B クラスじゃなくて、あ、B クラスだ。5位は5位が稲垣あたりかね、割と、まあ、熱海出てるし。6位は6位言うとけやんか、何なんだろう、ないか、まだ来ないか、なんだろう、2世言うとけよ、2世か、こじつあんさ、なんか他に、ね、個人的な気になる順位ない、これ入りそうだなってな、なんか高くと低くと思うけど、めっちゃ食ってんやんけ、ルーティックス、いいけどさ、ここに詰まっちゃう、無意識に詰まんねんだよね、半分リオはスパークリング飲んでてる、本当に、うん、なんだろう、だから本番中はあんま飲めないんだから、あ、そっか、俺もちょっと飲んだ、締めてくる。何が？秘宝館。それ秘宝館。俺がさ、ランキング、俺が書き出してるから俺もうランキング全部知ってんだよ。視聴者に言うとくけど。なんだけど、俺がランキング全部知る前に気になってた順位は、吉田と工藤をズタズタにした石。ああ、なんか。うん。熱海だとね。クジラのチンコどこか行くんだろう、あれはクータンに入るから、クータン、どこ行くんだ、クータン、クータンどこ行くんだ、クータン、クジラのチンコとさ、あれだから、あのホエールウォッチングの恩恵を受けてるから激強になってるから、今回割と30位ぐらい入ってるのか、あ、気になる、うん、あとはね、地味なとこ行くと地味なとこか、まずさ、何か、どのグループが一番キャラクターが出てそう？ワールドワイド、ワークス、熱海、熱海、熱海と沖縄を分けてる、分けてる、沖縄に分けてる、そしたら、うん、熱海かな、でも強いんだったら2番目あたりはレジェラスどうそうだね、何レジェラスのどこだろう、 3あれだね、クリーンセンターとかのあたりか、あとダーティーの出てたジックス、ジックス、ピックスさ、ダーティーなの、ダーティー、今セブンだけどさ、うん、ダーティーなのもさ、シックスって覚えるね、楽な方法があるんだよ、セックスって覚えて、いや、俺もね、まあ、確かに覚えやすいなと思う、吉田殿がどこまで来てるか、ああそれはあるね、うん、あれレジェンドブラストの俺の考えと前のくだらない覚え方がある、最初のファースト、
同窓会は二次会だからセカンド、二次会じゃない、最初に一次会があるじゃん、二次会だからセカンドで、グリーンセンター、何だっけ、グリーンセンター、浅草ツアーズ、先玉古墳がの3つが多くを占めてるからサード、で24次元企画だからフォース、ゴーゴーと動物公園に行ったからフィフス、セックス、セブンって感じ。そうそうそう、押してるのか、3畳が入ってるし、多分もう俺の予想は、うん、なるほどね。俺からさ、トイレに行ってやりに行くか。そうだね、トイレ行ってやりに行くか、トイレ何をするんだよみたいなやつ。で、次回、始まるよ。